ウエスタン対チェルシー、3対2。あー。勝ってくれよー。頼むー。これは匂いよー。で、得点取らないよー。チェルシーが勝たないとね、もうメンタルがね、持たないんですけども、まあ、今日もレビューやっていきたいと思います。いやまた話すことがね、すごく多いですね。そもそもね、もう怪我人がね、多いんですわ。カンテ、コバチッチ、チルエル、チャロバ、主力選手たちに怪我人が多くて、カンテも復帰っていうのは不透明らしくて、でさらに今回の試合で、ハバーツが、まあ、足首かなり強い痛みを訴えてると。そしてマルコス・アロンソ、背中の痛みを訴えて、途中交代ということで、いやー正直、きついな。昨シーズンのリバプール並みに、怪我人続出状態になってるって感じなんですよね。チェルシー選手層、熱いって言われますけども、まあ、やっぱりね、怪我人ってのは、ほんと大きいですし、まあ、主力選手、カンテ、コバチッチ、チルエルあたりの離脱ってのは、でかすぎるんですよ。特に今ね、一番欲しいのはカンテ。カンテの力がね、めちゃめちゃね、欲しい。戻ってきてくれ、早く。チェルシーの得点パターンである、マウントがいい位置でもらってからの攻撃ってのもね、可能性すごく感じるんですけども、まあ、やっぱり、カンテが高い位置で奪ってのショートカウンターってのが一番得点につながりやすいんですよね。今日の試合見て思うのが、チェルシーは速攻がやっぱり得意じゃないと、攻撃から守備へのトランジションってのは早いんですけども、守から攻が遅いんですよね。やはり、カンテから奪って、ショートカウンターっていうパターンが欲しい。カンテの存在っていうのはデカすぎるんだなと思います。まあ、もうこれは切り替えしかないので、振り返って修正して、首位奪還していきましょい。はい。アーエー、ハマーズ戦。3対2敗戦。これでね、チェルシーは3試合で1勝1分け1敗と、ここまでリーグ戦4失点だったところ、ここ3試合で5失点、まあ、計9失点と。いやー、これはね、もうかなりまずい状況になってきてるんですよね。今季初の3失点、そして前半リード折り返しての敗戦ってのはね、2018年12月のウルブ戦以来らしくて、3シーズンぶりということで、サポーターにとってはね、かなりダメージのね、でかい試合だったんじゃないかなと思います。しかもロンドンダービー、まあ、そんな敗戦、まずはこの謎ゴラッソで、エンディがね、ペナルティエレガイから決められてしまうと、スーパーグレートゴールキーパーが、いやー、3失点きついな、本当に。久しぶりに3回も投げたもんな、1試合で。ということで、今日のスタメンはこちらでした。キーパーメンディ、センターバックがテンセン、チアゴ、リュリガー、右ジェームズ、左アロンソ、ダブルバンチ、チークとジョージョ、2列目マウント、シエシュ、最前列、ハバーツと。今日はでも試合展開ってのを省いていこうかなと思います。問題点で語りたいとこ多いので、そっちメインでね、行きたいと思うんですけども。まあ、スタメン采配的には、まあ、妥当な感じでした。予想もね、1枚違いで惜しかったんですけども、まあね、負けたので、もうそんなスタメン采配がどうこうってのは、もうどうでもよくなりました。気になるのはやはり、リュリガーとチアゴ、シューバのヘビーローテーション、ここ。リュリガーに至っては、カラバオカップのセインツ戦以降、8試合連続フル出場、代表ウィークも挟んでるということで、もうそろそろ壊れるぞって感じなんですよ。チアゴシンも37歳なので、ガタが来てしまうっていうのが、ね、すごい怖いです。まあ、それによっての今季初の3失点、まあ、関係なくはないんじゃないかなと思うわけなんですよ。絶対ね、影響してると思うんですよね、彼らの疲労っていうところが。まあ、1失点目はジョルジーニョ。もう彼のパスミスが 100% 悪いです。試合の入り見てね、やっぱジョルジーニョいるとボールめっちゃよく回るなとか、プレス回避上手いなって思ってたんですけども、あのミスはいただけないんですよね。まあね、たまにやるんですよ。たまにああいうミスするんですけど、まあ、ユナイテッド戦から1試合挟んでまた失点につながるミスなので、ちょっとね、スパン短いんで、しっかりしてもらえないとちょっときついぞって言ったところで、まあ、そんだけ難しいことをさせられている役割なんですけども、ジョルジーニョね、攻撃で変化を作れない分、まあ、ミスしないっていうのが取り柄なので、そこだけはしっかりやってほしいと思います。そしてね、メンディ、まあ、ジョルジーニョのパスミスを、一回ね、相手に体うまく入れたじゃないですか。そこでね、出せばよかったんですよ、外に。まあ、ちょっとやっぱり足元、うまくないなと、処理はあんまりうまくないんじゃないかなと。そしてビルドアップでもね、やっぱちょくちょくミスが見られる。まあ、ここ繋げたら、もっと攻撃できるんじゃないかなっていう状況はね、何回かあるんですよね。スネル・チェルシーにおいては、やはりメンディの足元も気になってくるぞと。あとね、コーナーとか、
クロスでボールキャッチした時にね、カウンター繋げないかって思うじゃないですか。あのね、クルトワの時は、キャッチしたらね、すぐカウンターしてたので、まあ、トゥエルがしないように決めてるかもしれないんですけど、迫力のあるね、カウンターってのが必要なんじゃないかなと思うんですよ。見たいですよ。そして一番気になるのが、ルカク。まあ、全く噛み合ってないんですよね、この試合も。ちょっとルカクはね、みんな期待してるんですよ。ルカク決めてくれるぞってみんな期待してたんですけど、まあ、何もしてくれないと。前半ね、ハバーツいてすごい綺麗な形たくさんあったんですけども、ルカクが入った途端に、ボールの周りっていうのが極端に悪くなるんですよ。今のチェルシーは。というのもルカク背負えるんですけども、まあ、競り合いがすごく強いわけでも、まあ、ポストプレイがすごい上手いわけでもないんですよ。もっとね、流れの中で使いたいというか、流れの中で使った方がいい選手だと思うんですよね。ルカクが入るとまずみんなルカクに当てないとっていう考えが出てきてしまうと思うんで、まあ、相手はねそこを警戒するわけですし、なぜかねルカクにボールが入ってだとしても周りが連動できてないんですよ。これ本当に謎なんですけど、なんでここまでねうまくいかないかなと、ちょっと難しい状況だなと思うんですけども、逆にウエストハムのアントニオ、運命だー。アントニオ本当にいい選手ですね。体強いだけじゃなくてフィニッシュまでもいけちゃうんですよね。アントニオ収まった時の防衛の連動性ってのもいいですし、アントニオはフィニッシャーにもチャンスメーカーにもなれるっていうところで、まさにねルカクにやってもらいたいことをアントニオがね体現してたんですよ。今回ね得点は取ってないんですけども、相当アントニオの存在っていうのがねうざかった。チェルシー側からすれば相当いい動きをしてたんですよ。そして好調パフォーマンスを続けてたハバーツが離脱してしまいますと、相当きつい状況ですね。やっぱりルカクとね唯一ホットラインができてたコバチッチがまあいないってのもでかいんですけども、ルカクはねコバチッチ以外とも連携を早く取らないといけないんですよ。ちょっとねワントップだときついかもしれないんですよね。まあ2トップもねあったけど良くなかったですと。セカンドトップとの組み合わせってのもちょっと試してほしいなと思いますけど、ラウタロみたいな選手がチェルシーいないんで、まあ、どうなるか難しいところですね。そしてルカクを生かすなら、まあ、カウンターのような縦に速い攻撃、リバプールのような攻撃ってのはね、もっとすべきなんじゃないかなとも思います。あとはね、オドリとプリシッチもね、流れを変えることはできませんでしたし、まあ、左サイドにドリブラー2人はそもそも変な起用だったわけなんですよ。まあ、これは、さっき言ったようにアロンソの怪我っていうところが大きかったと思うんですけども、いや僕はね、ちょっとシエシュ残してた方が良かったんじゃないかなとも思うんですよ、。まあ、それにしてもね、やっぱりハマーズ強かった。もう間違いなくビッグシックスに割り込むレベルであります。やっぱりね、ライスとソーチェクのいる中盤のディフェンス、ここがね、プレスの強度もそうなんですけども、まあ、隙間がないんですわ。本当に全然スペースが与えられなくて、そして彼らのね、守備範囲が広い、運動量も半端ない、攻撃まで展開するっていうところでね、やっぱこの2枚ってのは本当強力だったなと、ここを中心に全体的にね、硬いブロック引いて、攻撃に転ずるっていうところまで、意思疎通できてますので、まあ、モイーズ・ハマーズ、なかなかにね、いいチームを作り上げてるなってすごい思います。まあ今のチェルシー本当に、ね、守備がいいチームから得点するってのはかなり難しい状況になってきてます。いったところでね、やっぱりアザールが行ってくれたらなーってみんな思うんすよね。いやー、ほんと帰ってきてくれないかな、アザール。ウィリアンでもね、いいんすよ。ウィリアンでもいいんすけど、まあ、やっぱ彼らのドリブル打開力ってところはね、恋しい、めちゃめちゃ恋しい。あのね、楽々1枚2枚相手を剥がしていく、そして縦に速く追い切っていうところはすごい見たいっすね。どんな難しい試合でも、どんなに守備が硬い相手でも粉砕していくっていうところがね、チェルシー見てて楽しかったんですよね。あとセスク、ジョルジーニョもめちゃめちゃいい選手なんですけど、やっぱね、セスクってのはちょっとレベル違ったなって思います。あの、必殺キラーパスとか、もう必殺ダイレクトスルーパスとか、フライパスもそうですし、ほんとね、アシストする能力ってのは、セスクはバケモンみたいに長けてたなと、今ね、すごい思いますね。そして、ジエゴ・コスタもね、帰ってきてほしいな。ロングボール一発で相手を跳ねのけて決めきる力、もうシティ戦とかでもそんなことしてましたからね、彼は。やっぱりね、選手で言えば、特に早いサッカーっていうのが強かったんですよね。すごい印象的なんですよね。まあ、長い目で見れば今のね戦術と選手たちもねすごいいいと思いますし、今後ね楽しみだなと思うんですけども、まあ、コンテ時代、まあ、モーリーヌ時代の爆発力爽快だったなーってすごい思います。それにしてもね、マウントのゴールはえげつなかった。いや、あのハイボールをねダイレクトで行くかって、
誰が予想したってトラップすると思いきやあのゴール、しかもインサイドでねニアズドーンでしたから、いやもうあのねマウントのゴールがあっただけにねちょっと勝ち切りたい試合はあったんですけども、まあ、最近本当マウントの攻撃センスというところがランパードみたいになってきている、ボックス内に侵入するところもそうですけど、シュートとかもバイテルでのね攻撃ってところがすごいねランパード味を帯びてきてるなっていう感じてきてますね。いやマウントしか勝たんって今日も言いたかったな、ちょっと勝ちたかった。はい、というわけで順位表がこうなりましたと、3位転落、いやー辛い、4節以来の首位陥落ですね。まあ、ただね、ここでシティ・リバプールが勝ち点を落としても、変にね、気が緩んじゃうんじゃないかなと思うんですよ。チェルシー、まだ首位立ってたわってよりは、悪い試合の後はしっかりね、順位落として、次は首位奪還に向けて、気を引き締め直してほしいって、そう思います。というところで今後の日程なんですけども、9日にアウェーゼニと、怪我人多い中でね、予選突破決まってますので、ターンオーバーしたいところなんですけども、まあ、首位通過は知ってほしい、した方がいいというところで、トゥヘルがどういうスタメンで来るかっていうのがね、すごい注目ですね。そして12日にホームリーズ、17日ホームエバートン、19日アウェーウルブズと、まあ、何度見ても過密日程なんですよ。対戦相手的にはね、悪くはないと思うんですけど、まあ、プレミアに楽な試合ないんで、まあ、怪我人復帰を待ちながらこれ以上怪我人が出ないことを祈るっていうね、もうギリギリな状況ですよ。次の試合のスタメンはどうなるって感じなんですけどね。とにかくゼニット戦、今の悪い流れをね一旦打ち切りたい、そして新しいオプションだったり選手のコンディションってのも上げていきたいっていうところで、12月9日午前2時45分キックオフ、放送はワンワン、ぜひとも一緒に皆さん応援していきましょう。今後のチェルシーの復調を期待してるよって方はグッドボタン押していてください。そしてチャンネル登録していただいて今後も一緒に応援していきましょう。それでは、バイバイ。